せつまかんにゃらみたしんぎょう漢字財宝作業人あんにゃらみたじ証券豪運海空同一歳空役者利子四季不意空空意四季四季俗税空空俗税四季重創業四季役部上税者利子税商法空総務省運滅空上運増運減税航空重無四季無重創業四季無限に微絶死に無色症候未速を無限界内し無意識界無無名薬無無名人内し無老死薬無老死人無空襲滅道無知薬無得意無衝突攻防大サッターへ般若あらみた行進無経験無経験公無空オンリー一切天道無双空境涅槃三世勝負勢アンニャーアラミータ高徳アノクタラ三脈三膨大高知アンニャーアラミータ勢大人衆勢大名衆勢無常衆勢無東道衆農場一切空真実高校説アンニャーアラミータ衆即摂衆圧ギャーテギャーテアラギャーテアラソギャーテ傍事粗悪かアンニャー信用はい、2015年12月18日、いよいよね、クリスマスまでは1週間ですか。はい、皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日はまあ、そこそこのお天気でございましたけれどもね、先ほどは、大和路線の列車をバックに、万葉集を読ませていただきましたが、サルちゃん、幕の内弁当ありがとうございます。確かにあの旅というとですね、まあ、これもブッダ最後の旅ですけれども、特に列車の旅は駅弁というものがね、どうしてもアイテムですよね。ものすごくお腹が空いているわけじゃなくても、駅弁ってやっぱり、まあ、うん、そうですね、旅の時はですね、やっぱそのご当地のものであるとかね、やっぱりちょっと食べたいなっていう気持ちになりますよね。で、やっぱり、日本お弁当の文化っていうのはどうも日本独自のものがあってですね、外国の方が、まあ、特に、まあ、どこということはないですけれども外国の方が日本に来て結構お弁当箱を欲しがるっていう話を聞いたんですよね。で、日本は本当にお弁当箱がバラエティ飛んでいてね、まあ、学校とか会社とかお弁当を持っていく習慣がやっぱりありますのでどうしてもね可愛いお弁当箱がたくさんよその国よりはあるそうでございます。なるほどと思いました。で、やっぱりこう冷めても美味しいそういう風なものをねやっぱり作るのがうまい。で、そうですね、何でしょう、特に駅弁というものも冷めても美味しく冷めていて食べるってことが前提でございますよね。それで食べてすごく美味しい、これがね、やっぱりね、すごいところだなと思います。なかなかそういうふうにね、うまく作って食べる文化っていうのはないみたいでございます。さてさて、23時お知らせします。時報までしていただいたんですね。ありがとうございます。ですね、さてさて、私もお弁当を作って持っていくのが非常に好きなので、こんな感じでですね、出るかな。こんな感じで私はいつも三段弁当を持って行っています。全然関係ないですね。腹減ったステーキ食べて、ボジョレ、そう、爽やか、腹減った新魚。あ、般若新魚だったのか、これ。腹見ったじゃなくて、腹減ったなんだ。なるほど。なんか本当にうち の枠に来る人は非常に皆さん切れますね。頭の回転が早い、認知症になんかもうご縁がない、もうそんなの絶対なんなそうですね。まあ釈尊はこうやって80まで生きたわけですね。80まで生きてお元気で頭もしっかりしていらっしゃっているようですからね、全く羨ましい限りです。今日はですね、雷の BGM を探してきました。雨の音は入ってなくてもいいんじゃないかなと思うんですけど、でも雨の音も入っているのでちょっと残念です。まあね、大地はですね、悟った人が現れた時も、去っていく時もやはり雷というものが鳴って地が震えるそうでございます。
というわけで、前置きが非常に長くなりましたが、今日は最終節を読んでまいります。もぐもぐ食べながらねはい、それでは読んでまいります。ブッダ最後の旅、ダイパリニッパーナ経、中村はじめ役、岩波文庫。第6章第26節、遺骨の分配と崇拝。第24句、さてマガダ国王であるアジャータサトゥ、ビディーハ国の王の娘の子、これはですね、アジャセですね、いわゆるアジャセ王という人なんですけれども、この人はビディーハ国王の娘、要するにその王女がお母さんであったということなんですね。必ずそのお母さんの身分というか出自を明かすというのが結構あのインドの伝統的なその名乗り方というかね、そういう感じですね。そのアジャータサットは、孫子ブッダはクシナーラーでお亡くなりになったそうだということを聞いた。そこでマガダ国王であるアジャータサトゥ、ヴィディーハ国王の娘の子はクシナーラに住むマツラ族に使者を使わして、孫子ブッダも王族の出身であり、私も王族である。私もまた孫子ブッダの遺骨、すなわちシャリの一部分の分配を受ける資格がある。私も孫子ブッダの遺骨を納めるストゥーパを作って祭りを行いましょうと言った。なかなかあのなんて言うんでしょうね、ここですかね、分配を受ける資格がある。そういうふうになんか権利というかですね、そういう所有をこう主張するっていうのは何とも言えないんですけどね、所有を捨てろという話をしたはずなのになっていうのが不思議なんですけれども、でもやっぱり人間っていうのはそういうものですね。まあ片見分けじゃないですけど、やっぱり何か欲しいですよね。さて続きましょう。ベサーリーに住むリッチャビ族は、孫子はクシナーラーでお亡くなりになったそうだということを聞いた。そこでベサーリに住むリッチャビ族はクシナーラーに住むマツラ族に使者を使わして、孫子も王族の出身であり、我々も王族である。我々もまた孫子ブッダの遺骨の一部分の分配を受ける資格がある。我々もまた孫子の遺骨のストゥーパを作ってお祭りを行いましょうと言った。カピラ城に住むサーキャ族、釈迦族、お釈迦さんの一族ですが、この人たちは、孫子はクシナーラーでお亡くなりになったそうだということを聞いた。そこでカピラ城に住むサーキャ族はクシナーラに住むマツラ族に使者を使わして、孫子ブッダは我々の親族のうちで最も偉い人である。我々もまた孫子の遺骨の一部分の分配を受ける資格がある。我々もまた孫子ブッダの遺骨のストゥーパを作って祭りを行いましょうと言った。ですね、このカピラ城ですけれども、カピラ城というところに住む、カピラ城というのはまず釈迦族の、住んでいた首都である。その場所については、今まではネパール国内の、これは何て読むんでしょうね、ちょっとネパール語わからないんですけど、ネパール国内の場所であると推定をされていたが、近年はインドの若干の考古学者はインド領内、であると主張していると。現在ではまだ確定的な結論は得られていないということです。
ただこの間何か遺跡が発掘をされたそうで、それによると、お釈迦様の誕生がですね、100年ほど遡るんじゃないかっていう話をちらっと見ました。ちゃんと読んでないので少し分かりませんけど、こんなふうにまだまだですね、この偉大なお釈迦様のことについても我々は知らないことの方がたくさんあるわけですね。さあ、それでは続けます。お、なんかサルちゃん楽しそうですね。さあ、続けます。そこで、カピラ城に住むサーキャ族はクシナーラに住むマツラ族に使者を遣わして、孫子ブッダは我々の親族のうちで最も偉い人である。我々もまた孫子ブッダの遺骨の一部分の分配を受ける資格がある。我々もまた孫子の遺骨のストゥーパを作って祭りを行いましょうと言った。またアッラカッパに住むブリ族は、孫子ブッダはクシナーラーでお亡くなりになったそうだということを聞いた。そこでアッラカッパに住むブリ族はクシナーラーに住むマツラ族に使者を遣わして、孫子も王族の出身であり我々も王族である。我々もまた孫子ブッダの遺骨の一部分の分配を受ける資格がある。我々もまた孫子の遺骨のストゥーパを作って祭りを行いましょうと言った。ラーマ村に住むコーリア族は、孫子ブッダはクシナーラでお亡くなりになったそうだということを聞いた。そこでラーマ村に住むコーリア族の人々はクシナーラに住むマツラ族に使者を遣わして、孫子ブッダも王族の出身であり我々も王族である。我々もまた孫子の遺骨の一部分の分配を受ける資格がある。我々もまた孫子の遺骨のストゥーパを作って祭りを行いましょうと言った。ヴェータディーパに住むあるバラモンは、孫子ブッダはクシナーラでお亡くなりになったそうだということを聞いた。ベータ・ディーパに関する注釈を読みます。ディーパというのは島のことである。ベータという川がある。だから、その川の中の、大きな川の中の島であったのだろうか。例えば川中島というようにとあります。続けます。そこでベータ・ディーパに住むバラモンはクシナーラに住むマツラ族に使者を遣わして言った。孫子ブッダは王族の出身であり私はバラモンである。私もまた孫子ブッダの遺骨の一部分の分配を受ける資格がある。私もまた孫子の遺骨のストゥーパを作って祭りを行いましょうと言った。ここの注釈を読みます。あるバラモン、ここですね、バラモンが釈尊の遺骨の一部を受けたということにも問題がある。最初期の仏教にはバラモンの信徒もいたわけである。そして彼らが遺骨を供養する場合には仏教的な葬儀は成立していなかったから、バラモン教的な儀式を行ったに違いない。ああ、そう言われてみるとそうですよね。お釈迦さんの葬式っていうのはバラモン教式にやったんだということにはなりますよね。僕くまモン、はい、スルー。続けます。分配を受ける資格があるここですが、この注釈、このバラモンは自分がクシャトリヤ、つまり王族ではなく釈尊と同階級ではない。しかし自分がバラモンという、それよりもですね、クシャトリヤよりも王族よりも上位の上のですね、階級であるという理由で遺骨の分配を要求しているのである。だからこの地方ではまだバラモンの優位の思想が社会的に支配していたと考えられる。それでは戻ります。パーバーに住むマツラ族は、孫子はクシナーラーでお亡くなりになったそうだということを聞いた。そこでパーバーに住むマツラ族はクシナーラーに住むマツラ族に使者を遣わして、
孫子も王族の出身であり、我々も王族である。我々もまた孫子ブッダの遺骨の一部分の分配を受ける資格がある。我々もまた孫子ブッダの遺骨のストゥーパを作って祭りを行いましょうと言った。ですね、この死者を使わしてという部分ですが、サンスクリットによるとそれぞれの部族が軍隊を派遣したという、こういうちょっとあまり穏やかではないかもしれないですけどね、こういうふうになっているそうです。さて、それからもう一つですね。孫子も王族の出身であり、まあだから祭りを行いましょう、ここですが、これらの王または諸種族の七者、まあ7つの人たちが出てきますけれども、7つの部族というかその関係者が出てきますが、それぞれクシナーラーのマツラ族のもとに使者を使わして、行ったわけですね。何と言ったかというと、孫子も王族、つまりクシャトリアであり、我々もまた王族であると。我らもまた孫子の遺骨の一部分を受ける資格がある。我々もまた孫子の遺骨を納めるストゥーパを作って祭りを行おうと。ただし釈迦族が遺骨を請求した主張の理由は、孫子ブッダは我々の種族の最も優れた人である、まあいわゆる釈迦牟尼という言い方をしますけどね、それであって、ベータ島のバラモンは、孫子は王族であり私はバラモンであるということであった。その他の天は他の種族の人々と同じであった。よろしいでしょうか。先に進みます。第25句。彼らがこのように言った時に、クシナーラのマツラ族は彼の集まった人々にこのように言った。孫子ブッダは我々の村の土地でお亡くなりになったのである。我々は孫子ブッダの遺骨の一部分をも与えないであろうと。彼らがこのように言った時、ドーナバラモンはかの集まった人々にこのように言った。君らよ、聞け我が一言。我らのブッダは耐え忍ぶことを説く方でありました。最上の人の遺骨を分配するために争うのはよくありません。君らよ、君らはすべて一致協力して仲良くしてください。我らは共に喜び合ってご遺骨を八つの部分に分けましょう。広く諸方にストゥーパあるかし、あなた方ばかりではなく多くの人々はマナコある人、すなわちブッダを信じていますと。もうやっぱりたまにこういうふうに言う人がいないといけないですね。サルちゃん、クシナーラ、なるほど、94ナラと書いてクシナーラ、なるほど、ナラとここがクシナーラが、そういう意味で言うとある意味つながってるかもしれないね、うん、よく気づいたすごい。さてさて、それでは注釈を少しいきましょう。集まった人たちに言ったわけなんですけれども、まあ集まった人たちにもう君たちにあげないと、ここで死んだんだからもう俺らのものだと、こう言ったと。あ、なんか雪のアイコンが出てるけど、これ何、かわいいね。何、ありがとう。ライブ中に少し雪を降らせますが、こんなのあったんだ、へえ、ありがとうございます。ですね、集まった人々、ここに集まった人々は互いに争い合っているから、社会を形成していない。それにもかかわらずサンガとかガナとか呼ばれている。ここのサンスクリットではサンガとかガナっていう、まあサンガは、何でしょう、いわゆる教団もサンガですし、集まりですね、ガナも集まりですね。菩薩ガナ、菩薩の場合は教団サンガじゃなくてガナというふうな言い方をしがちなんですね。
だからまあサンガとかガナという言葉は組織をされてない人々にも適用されているのであると。したがってビークニッシュサンガというのは、違う違う、ビッグサンガ、これはビッグサンガってなんかパーリ語です、これね。ビッグサンガは多くの修行僧たちという意味になると。だからビク教団というふうにすぐになるか、単純になるかといったらならないということですね。はい、もう一つ次の注釈ですね。耐え忍ぶことを説く方でありました。カンティバードというものなんですけれども、これは、かなり古い言い方だというわけですね。次に、遺骨を分配するために、争った、武器によって争ったというような、言葉が使われているようですね。どうなんでしょうね。それで、ここで仲裁に入ってくれた方がいるわけですが、確かにね、ここを注釈を見ると、ここでは仏弟子ではなくて、バラモンが紛争を仲裁したことに注意すべきである。世俗の人々の争いを解決するのはバラモンの任務であった。バラモンは古来裁判に関与している。ああ、なるほどね。なるほどね。裁判、正義、ダルマとこういうわけでしょうかね。そういう世事に関わらなかったんでしょうね、きっと仏弟子たちはね。さあ、戻ります。集まった人々が言った。それではバラモンよ、あなたは孫子ブッダの遺骨を8つの部分に分けて平等にうまく分配なさい。承知しましたと、ドーナバラモンはその集いの人々に答えて、孫子ブッダの遺骨を8つの部分に分けて平等にうまく分配して、かの集いの人々にこう言った。皆さん、この鋲を私にください。亀というか、その入れ物、容器ですね。私もまた孫子の遺骨を納めた鋲を祀るためのストゥーパを作りましょう。祭りを行いましょうと。彼らはドーナバラモンに鋲を与えた。第26、ピッパリの林にいるモーリア族は、孫子はクシナーラでお亡くなりになったそうだということを聞いた。モーリア族というのはですね、ここ彼ら、遅れてやってきたわけですが、遠く離れていたためであろうか。パーリ文では彼らが要求したことになっているが、サンスクリット文ではピッパラーヤナというバラモンの学生が、遺骨の一部分を要求したということになっている。サルちゃん、ごめんね、今頃気づいて。ちょっとね、少しこう椅子の高さを変えたので画面が見えない状態でやってます。ごめんなさい。それでは続きいきます。どこだっけ。でもね、この人は美容で、自分はこうやって仲裁するけどお骨はいらないって言ったんですね。なかなか面白いな。さてさて、それでは行きましょう。ピッパリ族にピッパリの林にいるモーリア族は、孫子ブッダはクシナーラでお亡くなりになったそうだということを聞いた。そこでピッパリの林にいるモーリア族はクシナーラに住むマツラ族に使者を使わして、孫子も王族の出身であり、私も王族である。私もまた孫子ブッダの遺骨の一部分を受けて叱るべきである。私も孫子の遺骨のストゥーパを作って祭りを行いましょうと言った。
孫子の遺骨は一部分も残っていない。孫子の遺骨はすでに分配された。だから灰を持っていきなさい。なるほどね。まあ結局8等分をしたんですね。まあそれゆえに彼は灰を持って立ち去った。第27句、そこでマガダ国王であるアジャタサットゥ、ヴィディーハ国王の娘の子は王舎上に孫子の遺骨のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。ヴェサーリーに住むリッチャビ族はヴェサーリーに孫子の遺骨のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。カピラ城に住むサーキャ族もカピラ城に孫子の遺骨のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。アラカッパに住むブリ族もアラカッパに孫子の遺骨のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。ラーマ村に住むコーリア族もラーマ村に孫子の遺骨のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。このコーリア族というのはですね、ブッダ あのシャクソンのお母さんのマヤブニン、マヤという人ですが、この人はコーリア族の出身だったと言われています。はい、サルちゃん、クッションってあの黒くて丸いやつですか。そう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 、まあ、よくご存知で、あれなんかもう座りすぎてぺったんこになってるので、たまにあの天日干しするんですけれども、なんかもうそろそろダメですね。さあ続けます。ベータディーパに住むバラモンたちもベータディーパに孫子の遺骨のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。パーバーに住むマツラ族もパーバーに孫子の遺骨のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。クシナーラーに住むマツラ族もクシナーラーに孫子の遺骨のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。ドーナバラモンも廟のストゥーパを作り、祭りを行った。ピッパリの林に住むモーリア族もピッパリの林に孫子ブッダの灰のためにストゥーパを作り、また祭りを行った。こういうわけで8つの遺骨のストゥーパと第9に廟のストゥーパと第10に灰の塔とがある。さあちょっとここの注釈を読みます。8つの遺骨のストゥーパ、つまり舎利塔ですね、舎利塔と灰の塔、後から、ピッパリの林に住む、サルちゃん、そろそろゴロゴロっていうのはもう眠いってことですかごめんね、赤文字が出ていますが、皆様のお伏せによってこのまま延長をいたします。それではここの注釈のところですね。8つの遺骨のストゥーパ、つまり舎利塔、これとですね、仏舎利塔ですね、それから灰の塔、ここの注釈です。後からピッパリの林に住むモーリア族もそこに集まって遺骨の一部分を要求したが、もはや分配すべき遺骨がなかったので灰を与えられた。したがって最初の8つの部族がそれぞれ遺骨の一部分を得て、8つの舎利塔、シャリラストゥーパを作ったと。またその他にシャリーラですね、シャリーラストゥーパを作った。その他に第9番目としてドーナバラモンが、自分では、廟塔を作り、廟の塔ですね、まあ、シャリ遺骨のその骨壺を祀ったわけですね。それから10番目にはピッパリの林に住むモーリア族が灰の塔をですね、アンガーラトゥーパを作ったというと。
結局全部で10の記念塔が建ったということになっている。ところがですね、問題はですね、最後のものがちょっとおかしいんですね。ここに合わないわけですね。つまり合わないというのはどういうことかというとですね、要するに同じ時に作られたものではないということになるかなと私は思うんですけどね。はい、雷さん、そろそろゴロゴロ。雷の音鳴ってるの聞こえますか？ちょっと聞こえない？それともうるさいですか？大丈夫？はい、それでは読みます。第28句、まだごめんなさい、さっき言っちゃった、その前ですね。はい、いいんですね。以上のようにこれはかつて起こった昔の出来事なのである。まあ、ここつまりこの以上のようにという部分は挿入ですね。明らかに挿入なわけなんですけれども、昔の出来事である。じゃあこれを入れた今現在はいつなのかというわけなんですけれども、これはセイロンで、スリランカで孵化をされたのではないかという説と、それから第三血樹によって入れられたのじゃないかという話もあります。さあ続きます。第28句、最終句ですね。マナコある人の遺骨は8国ある。電車の音かと思った。これ電車の音に聞こえるんですか？ごめんなさい、雷でございます。遺骨シャリーラ、シャリーラン、これ遺骨ですね。国というのはドーナですね。サンスクリットドローナですね。容量の単位ですね。国というのは中国の単位なのでね、どのくらいに実際当たるのかは分かりません。常識的な範囲かなとは思うんですけど、どうでしょう。さあ続けます。最上の人ブッダの他の一国の遺骨はラーマ村で諸々の竜王が供養をする。一つの歯は、ごめんなさい、一句抜けましたね。八国、マナコある人の遺骨は八国あると。七国はインドで供養をされる。そのうちの八つのうちの七つですね。インド、ここではジャンブディーパというふうに書いてありますね。ジャンブという木が生える大陸、つまりインドのことですね。インドという言い方はインド人がするわけではないので、日本人もジャパンとは言わないと思うので、そういう感じで、インドは自分の国のことはバーラタというふうに言いますね。マハバーラタのバーラタです。続けます。最上の人ブッダの他の一国の遺骨はラーマ村で諸々の竜王が供養する。一つの歯は、歯、ブッシャリの、仏師、仏の歯というのも信仰の対象なわけですが、一つの歯は33点で供養をされ、また一つの歯はガンダーラ市で供養をされる。ガンダーラ、愛の国ガンダーラ。今のパキスタンですね。それから一つの歯はカリンガ王の国において供養をされる。カリンガ国というのはオリッサ州ですね。ただそのオリッサ州のあたりに、インド、仏教が広まったのはもっとずっと後のこと、アショウカ王よりもずっと後のことなので、ここに挿入 されるようになったのは後なんでしょうか。はい、サルちゃん、マハーバーラタ叙事詩でしたっけ。そうですね、非常に長大な物語で、今何でしょう、善悪のものが出たようですけれど、私も善悪は読んでないですね。ただその挿入されている物語の中に入れ子のようにいろんな話が挿入されていて、それはそれで面白いですね。バガバットギータなんかも面白いのでね、バガバットギータは岩波から出ていますけどね。さて続きいきます。また一つの歯をもろもろの竜王が供養をしている。その意向によってこの豊かな大地は最上の供養物を持って飾られているのである。このようにこのマナコある人
すなわちブッダの遺骨はよく崇敬され、種々にいともよく崇敬されている。天皇すなわち神々の王、神々の王というのはいわゆる太釈天ですね、それから諸々の竜王、人の王に、人の王にですね、供養をされて、最上の人々によってこのように供養されている。合唱して彼を礼拝せよ。下にブッダは百光にも王こと形し。以上、ダイパリニパーナ経終わる。最後のところですね、注釈読みますね。1898年にカピラ城、カピラバストゥですね、ここから約13キロ隔たったピプラワーで、イギリス人の地主ペッペが、この当時インドはイギリスの植民地だったんですね、自分の所有地の中で一つの古墳を発掘したところ、その中から遺骨を納めた壺が発見された。それには世紀前、数世紀の文字で釈尊の遺骨である旨が明告されていたから、これは歴史的人物としてのゴータマブッダの真実の遺骨であると断定してよいであろう。その国文は、これは釈迦族のブッダ、世尊の遺骨の癌であって、名誉ある癌って、なんて言うんでしょう、それを収めた、なんて言うんでしょうね、なんでしょう、礼拝する、ちょっとなんでしょう、持ち歩きができるその仏壇的なものなんですね、癌であって、名誉ある兄弟並びに姉妹祭司たちの奉仕せるものである、立て祀るものであるとなっている。ただし、この名文の解読については異説もある。右の遺骨は仏教徒であるタイ国の、タイの国のですね、王室に譲り渡されたが、その一部が日本の仏教徒に分与され、現在では名古屋の覚王山日泰寺に納められ、諸宗が交代で輪番する制度になっている。この日泰寺というところはどこか一つの宗派に属しているお寺ではない。この、遺骨を、ご遺骨をですね、祀るお寺なわけですね。私が昔この話を習った時は、このペッペがですね、その遺骨を発見した時に、それまでお釈迦さんっていうのは、そのインド人たちが崇拝するお釈迦さんというのは伝説の人物だと思ってたらしいんですね。本当の人物、本当に歴史的に存在した人だとは思わなかったらしいんですよね。なのでこれが見つかった時にすごいびっくりしたらしくて、キリストと同じように伝説の人物かと思ってたって言ったらしいんですよ。で、私もここ出典を明らかに、見たわけではないのでわからないんですけど、それを聞いた時に、ちょっと待てと西洋人ってキリストって本当にいた人だとは思ってないのっていうのがちょっとびっくりしましたけどね。さあ、それからですね、ホイ、少し補足をさせていただきます。作られたものは常に無常であり、生じては滅びる決まりのものである。生じては滅びる、それら作られたものの安らいが安楽である、というこの詩は日本のいろは歌の原文であるが、この書、ブッダ最後の旅では釈尊の亡くなった時に唱えられた詩である。そこでスリランカでは葬式の時、ビク、僧侶がですね、この詩を唱え、その後で説教を述べ、無常の理を教える。日本のようにお経を長々と唱えることはしない。でも今あんまり長々とも唱えませんね。早い方がね、あんまりコンパクトに、そこそこ早く、そこそこ読むっていう感じでしょうかね。はい、サルちゃん、ちょっと読んだことあったけどなんかよくわからなかった。あ、そうですか。5人兄弟が出てくる話ですよね。違ったっけ。たまにマハーバーラタと、あともう一つなんですっけ、なんか似たようなのありましたよね。ごっちゃになっちゃう時あるんです。ただ何でしょうね、その中に含まれてる割と
短い話なんかは面白い話もありますけどね。さて、こんなところでですね、足がしびれちゃう、長いと、そうそう、長いとね、やっぱりそのあんまりこうよく思われないし、だからといって短いとちょっと早かったんじゃないのって言われちゃうからね、なかなか厳しいかなと思うんですけど、私はあまりそういうことには携わらないので よく分かりませんけど、でもなんとかかんとかね、読めましたね。よかったよかった。さあ、そんなわけで一旦エコーしましょうか。ギャテギャテアラギャテアラソギャテモジンサカギャテギャテアラギャテアラソギャテモジンサカギャテギャテアラギャテアラソギャテモジンサカアンヤシンギョナムダイシンジョコンゴ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 ナムダイミョジンナムダイミョジンナムダイミョジン元日祝徳義を一切が東洋市場海軍成仏道。さあ、次回からは何を読もうかなっていう感じで少し考えていますけどね。あ、シルちゃん寝落ちしたのかと思ってた、おとなしいから。あ、拍手ありがとうございます。なんか原始仏典、一応岩波から出てるもの全部読ませていただいて、ちょっと感慨深いものがありますね。約1年かかりました。まあ同じの読んだりもしてましたけどね。はい、お茶ありがとうございます。ジンジャー入りです。あ、ジンジャー入りはこの季節は美味しいですよね。生姜紅茶とかいろんなものが出てますけれども、私がねおすすめなのはね、私は朝スムージーを飲んだりするんですけれども、この季節みかんとか、あとは一年中オレンジなんか売ってますけど、オレンジと生姜って合うんですよね。で、オレンジに生姜をちょっと入れて、でミキサーでギャーってやって食べるとですね、食べる、飲むっていう感じじゃないんですよね、スムージーはね。そうするとね、結構美味しいんですよ。ちょっとピリッときて。で、しかもね、なんとなく体が温まる気はいたしますね。あとはそうですね、本当に寒くなってきたら、お風呂に入って温まるっていうやつよりも、足湯をね、しっかりした方がね、逆に温まるっていうのはあるんですよね。なので、その全身疲れなくてもね、足湯をする。で、その足湯の時に生姜をこうおろしてですね、皮ごとおろして、生姜湯にしたものに足をつけるとすごくポカポカしますね。で、じゃあこれだけでポカポカするんだから、私は冷え性だから、じゃあ湯船にね、たっぷり生姜湯を張って入った方が効くんじゃないかって思ってやった人がいるんですけれども、それはね、やっぱり物にはね、ほどほどっていうのがあるので、あまりそれだとね、もう本当にちょっと強すぎるみたいです。そんなわけで、ほどほどにね、お掃除もこれからしなきゃいけませんけれどもね、でもほどほどにやっていきたいと思います。というわけでね、この時間で終わりましたので、少しね、光景を変えてからガチリンカンをして、終わりにしたいと思います。とりあえず今のこの枠はこのくらいですね。お休みになる方はお休みになってください。ガチリンカンをされる方はそのまま少々お待ちになってください。明日もきっといい日。おやすみなさい。良い夢を。オンバザラシャンティン。また明日。ありがとうございました。